ゆっくり、歴代シリーズ解説。前回は新女神転生と続編の神通の解説をしたが、今回はその続きをするぜ。そういえばナンバリング作品って新法までしか出てないのね。神通の発売が1994年だから、新3以降は26年で2本しか出てないっていう、びっくりするくらいのスローペースね。そこ気になるか。まあ厳密には新女神転生4ファイナルという新法の続編があったり、新5も発表だけはされてはいるんだがな。で、発売ペースが遅い理由だが、これは神通以降はシリーズ自体が外伝作品に注力するようになったのが原因だな。ペルソナシリーズも最初は女神転生の外伝だったんだっけ？ああ、大まかに新3までの流れを話すと、神通の後スーパーファミコンで新女神転生F が発売。これは神1の ICBM による東京破壊が起きる直前の時間軸に、ある人間の悪意によって校舎ごと魔界に転移させられた学園が舞台となる。学園って、なんかペルソナっぽいわね。ああ、ジュブナイル路線や思春期の人間関係を軸にしたドラマなど、女神転生シリーズの中でも特に、ペルソナの原点という意味合いが強い作品だ。そして時は流れて、ハードはスーファミからプレステ、セガサターンへと移り変わる。セガサターンでは ICBM が落ちなかった平行世界を舞台に、スタイリッシュかつ探偵やハッカーをモチーフにしたデビルサマナーシリーズが展開。プレステでは、デビルサマナーと似たような世界を舞台にペルソナシリーズが1、2つみ、2罰と展開。この流れで、もともと女神転生にあったダーク路線やマニアックさが払拭され、今も続くライト路線やキャラ重視の流れが形成される。結果的にこの時代はナンバリング作品の空白期になって、正当な続編である3作目が発売するのはプレステ2時代になるぜ。なるほど、前回の解説で外伝が多いって言ってたのがよくわかるわね。今の説明も特に重要な作品を拾っただけだしな。他にも、女神転生的な世界観はそのままに、システムをシミュレーション RPG にした魔人転生シリーズ。低年齢をターゲットにファンタジー路線を強めたラストバイブルシリーズ。さらに、やめて、一遍に言われても多すぎて全然覚えられない。頭が混乱するわよ。ふむ、じゃあ仕方がない。ここらでナンバリング作品解説の続きに戻るとするか。最低限、前提として必要な流れは伝えたからな。では、ここからが本筋。2003年2月にプレステ2で発売された新女神転生3、ノクターンだ。舞台は前作までとはまた別の世界にあたる 2000X 年の東京。ここで神1から神2に続いた設定とかが一新されるのね。あの流れは神通で綺麗に決着がついたからな。設定リセットは割と妥当だと思うぜ。主人公は都内の高校に通う普通の少年。ある日、クラスメイトの新田勇と立花千秋と共に、入院している担任教師、高尾優子の見舞いのために新宿衛生病院に向かうところから物語は始まる。だが不可思議なことに院内には入院してるはずの優子先生は愚か、職員や患者などあらゆる人間の姿が見当たらずも抜けの殻となっていた。手分けして優子先生を探す中、地下室を訪れた主人公は怪しげな装置を稼働させている、氷川という男と接触。今日をもって古い世界は滅び、新たなる世界が誕生するなどと謙遜なことを話す氷川は、邪魔な侵入者として主人公を排除しようと悪魔を呼び出す。しかし、住んでのところで優子先生が現れ、主人公のことを殺すのならあなたには協力しないと氷川のことを押しとどめる。む、状況がよくわからないけど、氷川とかいうやつと優子先生は仲間だった？ああ、彼女に配慮したのか。生徒のことは教師が面倒を見ろと氷川は二人に退出を促す。二人で話がしたいという優子先生を追って主人公は屋上へ向かうが、そこで彼女は氷川の話は全て真実だと肯定する。間もなく受胎が始まり、今の世界は混沌に沈み、新たなる世界が誕生する。その際に、今この病院にいない全ての人間は死に絶えてしまうと。え、今の病院って主人公と優子先生以外は、氷川と友達二人しかいないんだし、それってほぼ人類全滅なんじゃ。優子先生は辛いことになるかもしれないが、生き延びることになった主人公には新しい世界で自分を探してほしいと頼むんだぜ。新世界で創世の巫女となる自分なら、主人公の力になってあげられると。なんか話置いてきぼりだし、新世界とか創世の巫女とか微妙に電波だし。ああ、だが疑問を挟む余地もなく、その時は訪れるぜ。受胎が始まり、東京は平面だった地面が丸まっていき、ボールの内側に街が飲み込まれたような形のボルテクス界となってしまう。本当にみんな死んじゃうの？ああ、病院にいない人間は全て消滅。東京は悪魔が跋扈し、
部分部分が砂漠化するというありさまになる。おまけにその混乱の最中、主人公は謎めいた老婆と金髪の子供に目をつけられ、マガタマと呼ばれる不気味な生物を寄生させられて体が半悪魔化してしまう。弱り目にたたり目ね。ゆうこ先生や生き延びたはずの友達二人も外に出たのか、すでに病院には姿はない。主人公は外へ脱出すると、事態を打開するための手がかりを求め、ボルテクス開花した東京へと旅立つことになるぜ。なるほど、初っ端から問答無用で東京は死んでしまうのね。でも氷川とゆうこ先生はなんでそんなことを？ここまで世界をぐたぐたに崩壊させたら、創生も何もあったもんじゃないような。鋭いな。そこはこの新3の根幹となる世界観に直結してるんだよ。そうなの？実はこの人間が死に絶えたボルテクス開花ってのは、氷川とゆうこ先生が目指した東京受胎の前段階にしか過ぎない。ボルテクス界の中央には、この世界の月であり管理者でもあるカグツチと呼ばれる発光体が存在する。そこに資格あるものがたどり着き、断りと呼ばれる世界のあり方を端的に表す概念を示せれば、それに沿った新たなる世界を誕生させられる。ん？つまり自分の理想のこういう世界を作りたいって強い意志があれば、ボルテクス界からそういう世界を作り出すことができるってこと？飲み込みが早いな、そういうことだ。実はこれって、過程はともかく最終的には幸福に満ちたり創業を作ることも可能なんじゃ。ああ、だが個人の理想が万人にとっての幸福になるとは限らない。前作までのロー、カオス、ニュートラルの対立がいい例だ。前作って、あ、そういえば属性による相国関係はシリーズの規定になってるって言ってたわよね。つまり、この断りっていうのが今作の属性なんじゃ。そういうことだぜ。ロー、カオス、ニュートラルはシジマ、ヨスが、結びという断りに置き換わり今作の根底となる。前作までの3つとは別物なの？それを継承してはいるが、それぞれがさらに先鋭化されたような思想だな。ロウに当たるのはシジマ。提唱者は元凶である氷川だ。人間から一切の感情を排し、無駄のない歯車として効率的に世界を回す静寂を理想とする。脳手術でロボットみたいになった人間で溢れるディストピアみたいな感じね。カオスに当たるのはヨスが。提唱者はクラスメイトの立花千秋だ。クラスメイトって、あの二人も否応なく受胎の成就に巻き込まれていくのね。千秋は、もともと人間には能力による格差があって当然と考える傾向が強かったからな。それを体現するように、この断りは優れたもの、強いもの、美しいものだけが存在すればいい。弱いもの、劣ったもの、醜いものなどは力によって即座に排除すべきだという強い暴力性を持つぜ。力が全てなのは同じだけど、強者であればヒーローやる自由があったカオスに比べると、ヤバめの先民性が前面に出てるわね。ニュートラルに当たるのは結び。提唱者はクラスメイトの日体サムだ。もともと、流されやすい性格だったイサムは、無秩序なボルテクス界を一人さまよう過程で散々な目に遭う。そうして結局は誰も助けてはくれない。人間は常に一人だという思想に開眼。これが断りになって、あらゆる物事を一人でなす。完全隔絶社会の成就を目指すことになる。え、何それ、全人類の強制引きこもりかって。断りについては以上だぜ。はっきり言って、何一つ共感できないわね。まあな、極端すぎるんだよな。ただ、今作では今までと同じようにどれかの陣営に組みすることは当然として、全てを否定して自分自身の道を選ぶことも可能だ。前作みたいに、ニュートラルが限りなく正解に近いというわけでもないのね。差し詰め、氷川、千秋、イサムの三者は、神腕のローヒーローとカオスヒーローに該当する存在なのね。ああ、ただこのゲーム、ストーリー面は相当薄いんだよな。スーファミ時代ということでテキスト量は少ないながらも、ダイナミックな世界の変革を描いた神腕や神通なんかと比べてもだ。最小限のイベントで、話は終始淡々と陰鬱に進んでいく感じだ。この辺は東京自体から人間が消えたことで、そもそも話し相手が全然いねえって感じの世界観のせいもあるんだがな。シナリオにはあまり力を入れてない感じね。ああ、ナンバリング最高傑作と呼び名が高い新3だが、その真骨頂はシステム面にある。最も特徴的なのはプレスターンバトルの採用だな。プレスターンって、ペルソナ5のワンモアプレスバトルみたいなやつ。それの原点だな。現状の女神転生やペルソナシリーズの多くの作品は、敵の弱点属性をついたりクリティカルを出すと、味方の行動回数が増える、的なシステムを採用している。その先駆けとなったのが新3のプレスターンバトルだ。ペルソナ5は弱点やクリティカルをつけば、
敵はダウン状態になって、攻撃した味方はもう一回行動。さらにそのままターン中に全ての敵をダウンさせられれば、総攻撃が発動して敵を殲滅できるってシステムだったわよね。そうだ。そういう感じでシン3を、このシステムから様々な派生システムが生まれることになる。ああ、つまりシン3はシリーズ通してのシステムの転換点となった作品だったのね。それで元祖にあたるプレスターンバトルはどんな感じだったのかしら？まず敵と味方の攻撃ターンと守備ターンがきっちり分かれてる。攻撃側はパーティー人数の分だけプレスターンアイコンというものが存在し、一人が行動するとアイコンが一つ減って、次のやつが行動することになる。これを繰り返してアイコンがゼロになったらターン終了。攻守が敵と切り替わる。4人パーティーだったらアイコンは4つ。4人がそれぞれが1回行動をしたらアイコンゼロで終わりなんだから、それだとあんまりアイコンの意味がないような。ところがここで弱点やクリティカルをつけば、アイコンの消費は1じゃなくて 0.5 になるんだよ。ん？つまりアイコン1つで2回分の行動ができるってこと？ああ、理論的にはマックスでパーティー人数 ×2 の行動が可能だ。4人なら1ターンで最大8回まで行動できるんだから、敵に何もさせずに貫通も OK ね。ただ逆に攻撃を回避されたり、無効属性を打ち込んだりすると一気にアイコンが2つ消費されることになる。さらに攻撃を吸収されたり反射された場合は、残りアイコンが全て消費されて攻撃ターンが敵に移る。耐性なんかがわからない敵に、闇雲に攻撃すると痛い目を見そうね。ああ、敵も同様にこちらの弱点をついたりすると、行動回数が増えるわけだからな。まあ、ぶっちゃけこのゲーム、敵に攻撃ターンを回すこと自体がかなりヤバいんだけどな。例えば電撃属性の全体魔法を撃たれて、仲間に一人でも電撃弱点のやつがいたせいで敵の行動が増加。それでまたバンバン全体電撃魔法撃たれて、なすすべなく壊滅とかな。こっちが理想的に動けば貫通できるけど、ちょっとしくじるとあっさりゲームオーバーって感じね。これに敵の攻撃ターンから始まる先制攻撃とかの運要素も絡むから、かなり歯ごたえのあるバランスだ。運要素は結構しんどくない？理不尽さに絶叫したくなることもあるが、まあセーブポイントをこまめに設置してくれてるなどの対策で、ギリギリのところでバランスは保たれてるんだよな。今で言えば、ダークソウルみたいな死にゲーを攻略するような達成感があるな。ちなみにプレイヤーが何十回と見ることになるゲームオーバー描写が、フランダースの犬のラストシーンを彷彿させることから、ファンはこれを、パトル、と称するぜ。パトラッシュ、僕はもう疲れたよ、ってセリフが元ネタよね。それって、ゲームオーバーなんて、もう日常的なもんだからな。そのうち、またパトッター、みたいにゲラゲラ笑える精神状態になるぜ。やばいわね、このゲーム。さて、システム関連についてはもう一つ。主人公がヒトシュラと呼ばれる半悪魔になったことで、特殊な仕様になったのが大きいな。マガタマとかいうのを植え付けられたんだっけ？そうだ。今作ではそのマガタマ一つのみが主人公の装備品となる。え、武器とか防具とかないの？もともと、女神転生でそういうのを装備できるのは人間だけで、仲間の悪魔は何も装備できなかったからな。ああ、なるほど。装備品の仕様で主人公が人間ではなく半悪魔になったことを表しているのね。マガタマには複数種類があって、付け替えによってパラメータや属性耐性が変化。さらにレベルアップによって、装備しているマガタマに備わった魔法や特技などのスキルを覚えていくことが可能だ。前作までの主人公は脳筋仕様でただ喧嘩銃で通常攻撃するだけだったから、この変化も半悪魔化したことを際立たせている。かなり大きく仕様を変えてるのね。そうだな。パーティーも前作までの6人から4人になって、ヒロインなどのパートナー的な人間キャラもいなくなったからな。他にも、悪魔が経験値を得ることで、ある程度成長するようになった。士官視点のマス目による 3D ダンジョンが廃止されて、三人称視点の一般的な 3D ゲーム的なダンジョンになったなどの変化も大きいな。今までの基本システムを全部ぶっ壊してる感じがすごいわね。あまりの変わりっぷりにナンバリング作品としては異端と言われることもあるが、強い個性と魅力を兼ね備えている作品であることは間違いないぜ。では最後に移植関係だが、他機種への移植作品は存在せず、同じプレステ2に新女神転生3ノクターン、マニアクスというバージョンアップ版が存在するぜ。バランス調整は当然として、シナリオ、ボス、ダンジョンなどの追加が行われている。特に追加されたアマラ深海と呼ばれる新ダンジョンはボリュームが大きく、序盤から行ける上に進めることで本編とは別のストーリーが展開する。なんか別のゲームのシナリオが入ってるような感じ？ああ、
ここで書かれるのは本編の断りをめぐる攻防ではなく、前作までの世界観を継承したような神と悪魔の対立だからな。序盤で主人公に勾玉を与えた金髪の少年の正体愛となどもクローズアップされる。そして作品の目玉として、カプコンのデビルメイクライシリーズの主人公、ダンテが作品内に登場。え、あのデビルハンターのナイスガイよね。どっちも人間世界に現れる悪魔を扱った作品ということで、違和感なく溶け込んでるんだよな。そういえばダンテもヒトシュラのように反悪魔の存在ね。こっちは生まれつきだけど。アマラ深海のシナリオを進めることで、つかず離れずの関係を取りながら最終的には仲間としてパーティーに加えることが可能だ。いいわね。他の追加要素も楽しそうだし、今から買うなら断然こっちね。ちなみにこのマニアクスは限定版だったせいで、一時期価格が高騰しまくって、容易に手が出せるような作品じゃなくなったんだよな。え、そうなの。それを受けて、後にデビルサマナーシリーズの4作目であるクズの払い胴体アバドン王に、新3マニアクスが付属したプラス版が発売された。同じシリーズとはいえ、全く別のゲームに再収録されたのね。追加されてるのはあくまでもプラス版のみで、通常のクズの払い胴体アバドン王には入ってないから注意が必要だがな。あとコラボのダンテについても、別会社の版権作ということでそのまま収録することが難しかったのか、メイン作品の主人公であるクズの払い胴に差し替わってる。あら、残念。でも、シリーズの別作品の主人公同士が共闘ってのも面白そうね。それについては同意だ。ダンテか雷道か、自分でビビッときた方を選べばいいと思うぜ。もっとも一時期よりはだいぶ落ち着いたとはいえ、マニアクスもアバドン王プラスも、中古で新品価格に近いような高値安定だがな。あぐ、今時プレステ2のソフトなら安く買えると思ったのに。さて、このまま新法の解説に移りたいところだが、今回は一作だけで長くなりすぎたようだな。一旦ここで終わらせるとするか。そうね。このままやったらとんでもなく長くなりそうだしね。では、今日は解説できてよかった。また会いましょう。よろしければグッドボタン、チャンネル登録などしていただけたら大変励みになります。ツイッターもやっていますので、そちらのフォローもぜひお願いします。